コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才ショート作成、右投げ左打ちのショート、フォームは蛇島、好きな球団は友沢くんから阿部ひねらいで西武でいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星150。まあまあ低いんだが、やる気ボナがね、しっかりと、うおー、初手超回か。うん、全開にできるのがありがたいですね、ステージ。もうそれだけでね、価値があるあるある。プルヒ。からの回復。よし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 。で、輝く。お、いいね。犠牲カードをもらったと。ヒーリングさえ落とさなければ強いゲームなんでね。友達は失ったら痛いぞ。ステージに行きましょう。ボナステ起きず。で、幽霊がいる。これで会えるね。しっかりと幽霊は正面から回り込む。威圧感？はい。ノリノリ。絶好調だったんだけどな。取れ、取れ、取れ、取れ。うい、つげさん。おー、うまい。おー、なるほど。これ、シャッフルしちゃっていいね。ハテナマスが。いや、回復が2つ。おー、悪くない、悪くない。赤1個でね。いてー。赤1個でいろいろいけると思ったら。ナイス、鳥海。いいでしょう。トリトリ。はい。鳥海、いいね。やるね。そうなると、この動きかな。これで満タンゴールしつつ赤マスをね踏まないように立ち回る。いいでしょう。これがステージ2。ステージ3でどうだ。あー、なるほど。悪くはないんだけど回復が近すぎるな。あって逆境かな。満塁、オッケー。ちょっと近すぎたな。でも、あ、いいね、プライオン出てる。ま、肩強化持ってるから、それを考えると、うん、プラ5までね、ワンチャン出る可能性あるんですけど。これ下先行っちゃうか。はい、ナイス。いやー、ハテナがそんだけあると、ついつい楽しくなっちゃうなー。ショートだからもう守備に変えよう。強っ。まあ、あ、弾道が出てきたが、弾道出てきたけど、どうしようかな。守備プラ 5?あ、そっか。守備強化も持ってんのか。なるほどね。宝箱取って、補給超人伝。なるほど。はい。拾う。お、侵入カード。いいカード拾ってくるね。回復と弾道。うい、選ばれたのは赤おにぎりでした。でも、まあ仕方がないか。まだ攻められるよ。まだいけるよ。ナイス。うん、残念ながらね、弾道は取れなかったが、よし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 。これ補給いっとくか。A にして。よしよしよし。いいぞいいぞ、ステさん、オッケー。からの、ここから、宝箱を、取っていく。おー。なるほど。ミートにするのありだね。はい。赤が青、うめえ。弾道はないね。弾道ないのを把握したので、ミートに変えて、肩。このハテナが地味に怖いんだよな。はい。いや、まあ、許そうか、許そうか。赤1個。いや、2個確定だ。ライドラカット。なるほど。新しい特殊能力ね。1,2,3,4。会えるのか。会える間合いだな。これはこっち。で、シャッフルしたくない。こっちだな。仕方ないですね。赤はなるべく踏みたくはなかったけど、もうカレンさんをね、確実に。処理するという意味では必要なことだったので。やばい！うい、犠牲、犠牲。で、これで戻るか。で、戻って、選手に会えたらいいな。避ける。ナイス回復よ。いいよ、いいよ。落とす！うい、犠牲だ、犠牲だ、犠牲はつきものだ。取って、ナイスヒーリング。はい。やる気、やる気がなくなるは痛い。やる気ボナが、大事な大事な、やる気ボナが。で、これ回ろうか。
いやー、メヒアが入ってきてくれたらよかったけどね。よし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 。待って。394、オッケー。ADD、ADA。博士がいたらワンチャンだけど、ちょっと辛いかな。宝箱の位置が悪いが、いるんですね。呼ばれて飛び出て、博士せい。総力 ?10 か。いや、これで博士成功したらめちゃめちゃうまいぞ。信じろ。どこだ?上か。うわ、そこは取りに行けねえって。123、会えないしな、彼もな。補給。いやー、博士の位置が悪すぎる。はい。回復。もう一回シャッフル間に合うかな。上向き。これは大丈夫。あー、間に合わなかったか。あー、でも回復とりあえず OK。とりあえずこっち行くか。ミーと S まで上げてーな。今、ヨシコ。はい。回復。野球マンもあるからね。お、止まった。なるほどね。パワー行っときたいけど、上行った。あー、おマスがなくなる。やばいね。減少。諦めたらそこで試合終了だ。諦めるんじゃねえぞ。まだ。まだ望みはある。でもちょっと位置隣っちゃ隣だけど。一回回らなきゃいけない感じだね。で、ゴールが下側で多分封鎖されてると思うんで。あ、全然違った。はっはっは。ありがとうございます。最後選手に会いたいところだね。金子さんと。はい。さあ、来たぞ。無地青来い。無地青来い。無地青来い。守備。まあまあまあ、まだ。まだ諦めない。これが本当に最後だね。せい。シャッフル、守備型。あ、でも、嫌いじゃないな。このショート普通に好きだぞ。あとは、まあ、ヒーリングで、ね、しっかりと帰る。赤マスを踏まずに、帰るだけなんで、余裕ですね。さらに寄り道しても大丈夫なぐらいね、ヒーリング元気ですね。まだ動くんか。ということで、いかがだったでしょうか。普通に好きな能力だわ。うん、いいショート。博士に会えなかったのがもったいないんですが、守備型なショートができました。それでは、名前設定、いってきましょう。はい、名前設定しました。名前。星453から、仕込みくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力は守備型。特殊能力は打撃型。どちらでも活躍しそうな能力になりました。それでは期待してオートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しました。結果はこちら。打率2割6分5厘。ミーと C だったので、まあ仕方ないかな、こんなもんでしょうか。見ていくと、155安打の2塁打22、三塁打が2。で、パワー D の弾道に、ラインドライブで12本ということで、まあ、これも仕方ないですかね。今回はね、守備を相当頑張ってくれたので、打点が58と。あとは、こんな感じです。あまりね、全体的に高くはないんですけども、今回2番バッターとして、送りバントも12個と、頑張ってくれました。で、盗塁が20個。走力 A、さすがですね。緑特能があればね、もっと走ってくれたと思うんですけど、成功率8割7分ということで、いかがだったでしょうか。猛打賞は15回と、これは多いのか少ないのか、多いのか多いのか、第5位ですね。残念ながら第5位ということで、対右で稼いで、対左で下がってるという、そんな感じ。OPS は 7.00。今回、守備型の選手だったので、守備編も見ていくと、143試合すべてに出て、ショートで失策数、エラー数が6個、めちゃめちゃ少ないです。守備率も9割9分1厘と、めちゃめちゃ高い。今回の仕込みくん、取ったタイトルは、新人王とゴールデングラブ賞のみでした。いかがだったでしょうか?ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ!